はい、昨年度のですね、4月の総会で、会員の方からゴミの問題が出てきまして、で、役員5人集まって、どうしたらいいかという問題からスタートしております。で、今現在、その当時の集会所の、資源ゴミですね、燃えるゴミ、燃えないゴミは各グループでそれぞれのところでやってうまくやってますが、資源ゴミにおいてはその集会所に第4集会所の軒下を借りて、集めています。で、そこはもうぐちゃぐちゃになっとるということから、これとにかく手つけて改善していかないと、隣に4軒会員の家がもうひっついています。だから火事になったら大変なことになるということから、5人が復帰してとにかく立ち上がろうということがスタートのスタートでございます。で、最初のやつですよ、これはどこに出てるのか、これは今撮っとる写真はですね、確か7月だったと思うんですけど、写した焼いた写真の一部です。例えばこの左側の写真は、もうぐちゃぐちゃ、一番左のやつはですね、燃えるゴミをそこに捨てとると、それと針金なんかの燃えないゴミもみんな捨てとるという状況で、当日は当番の人がそれを片付けとったというのが実態。それで右側の方はですね、ペットボトルを回収するコーナーのところにある水道のところですけど、そこにも燃えるゴミでもぐちゃぐちゃみんな捨ててるんですね。で、これはやっぱりいかんと改善しようということで取り組んだんです。次で、今映っているのはその集会所の前の軒下のところにいろんなゴミ、燃えるゴミ、資源ゴミをみんな集めている。たまたまこれ一番左の写真はきれいに写ってますけど、これは4月のことで僕が当番だったんですね。で、真ん中に大きく写っているのはみんな集会所の中へ入れました。回収日じゃないんです。1週間か10日前にも出てるんです。これじゃ危ないということで、もう5時ごろ行って集会所の玄関へ閉めました。それで回収の当日の朝、また5時ごろ集会所行ってゴミ保有に並べてきれいに今並んでるんです。こういう状態がもうずっと続いてるんです。で、右側のそのペットボトルじゃなかったプラスチックのゴミもですね、同じです。2、3日前からもう投げ、もう放り投げておると、で、出したい時に出しておると、こういうのが実態でございました。そこで奮起して立ち上がったのが次、これ たまたま一つ落としてありますけど、タバコの吸い殻が時々落ちとったんですよ。だから、これはその資源ゴミに投げられたらもう火事になるのと、これは大変なことになるということからもう覚えたというのがスタートです。はい。それで、問題はですね、これを解決するのには何が必要だろうかと。まず108件の8所帯の町内会の会員の方にゴミの出し方というのをもう一遍徹底しようということから、今映っとる左側のやつは僕はもうこういうことで管理していきますよと、集会所危ないからということで、その右に写っとる写真のやつはですね、市が春にいつもゴミの回収のやつをコピーし、印刷しきちっとしたやつを回覧するんですけど、これおそらく見てない人がおるんじゃないかなということで、これを焼き回しして回覧と一緒につけて、集会所の下はこれとこれとこれですよと、曜日はこれですよと、朝8時までに出してくださいよと、当日ということを書いて、回覧しました。それでその会員の方の啓蒙を図るということをやって、もう一つは人間の心理として、汚いところにゴミが捨てあると次から次にみんな放り込みますね。何でもきれいにしたれば、あれ捨てちゃいかんなと、こういう気持ちになるわけです。それを狙って軒下をですね、今写真に写っておるパネルを作りまして、右側の軒下のところのバーですね、とんがりコーンのバー、あれを作ってやろうと、管理しようと。で、バーが開いとる時だけがゴミを持ってきていいんですよと、それ以外はダメですと
いう回覧をしながらやりました。それでその次ですね、もう一つは、そういうことを言ってもやっぱりルール守らない方がいらっしゃった。でこれは守らない方の例の一つを今写真で出しております。一番左はですね、それをどうしたかというと、開けて中の誰が持ち込んだかというのを全部ゴミを開け解いて証拠ない方に見たら、一番左のやつは隣の町内会の方だったんです。これはマジックで名前消してありますけど、でそこへ私訪ねていきまして、ピンポン出したんだけど留守でした。留守でしたんですけど、メモを書いて置いてきました。ここに来る前にも自分のところ町内のゴミ回収場があるでしょと、そこのルールに従ってやってくださいと。でその近く、ちょうどその頃ですね、業者が、ゴミ、燃えるゴミを多量に持ってきて警察沙汰したことがあるんです。たまたま町内会の、奥様が見とって警察に連絡して、そしたら注意を受けてました。でこういうことがありますから、今回はもう見逃しますけど、次回から絶対にやらないようにしてくださいって書いて、やりました。右側のやつはですね、町内会の会員の方でした。調べたらこれ名前と住所と全部書いてあるやつがあります。それを持って、担当の時は女性の役員の方が当番だったんですけど、私と行って一緒に訪問して、お宅これ出されたでしょと、出しましたと。ルールに守ってくださいて回覧板待っとるじゃないですか、火事になるんですよと。だからここはお宅の玄関にやったらどうしますって言った時に、今日中に片付けてくださいよと言ったら、午前中にみんな取りに行きました。で片付けてありました。とうとうですね、見つけたやつを一つ一つ潰していくしかないんです。でそれを今までずっとやってきました。それから次、それでもですね、やっぱり守って来たした人のあれが追跡できない時には、こういうメモを書いてバーの外側に置いておきます。で役員の人に言っとるのは、1ヶ月間置いておきなさいと。片付けたら、持ってきたら片付けてくれるじゃないかって、そこにどんどん持ってきますよと。絶対片付けちゃいかん、1ヶ月置いとけ。そしたら大多数のものはですね、出した人がまた次にゴミ出しに来るわけですから。それともう一つは町内会のルール守っている人もおるわけです。その人たちも見て、ああ違反のゴミ出しちゃいかんと学習になるわけです。だから1ヶ月間置いときなさいということで、それやった結果、それでもやっぱり取りに来なかった人も何人かいます。次になったら、で今現在ですね、回収集積所の状態はこういう状態で、非常に、ほぼ完璧に近い状態で今管理されています。ということで、大体ゴミの回収の時には、私も出て行って、一番最初の時は回収業者とも話をしました。何か気づいたことあったら教えてくださいと、改善しますからということで、1点だけ回収の、言われたことは、ペットボトルの中に飲み物のほうが残っとって、回収する時にもう困るんですよ、もうめちゃなちゃになって、糖質がありますからということを言われまして、それは改善しようということで、ペットボトルを開けて水で洗って出してくださいということを回覧でやってます。で、町内会もですね、会員自体はですね、やっぱりほとんど守っておくと思います。でその近辺の、町内会に入ってない方のルール違反が多いんですよ。それとその業者、一部ゴミ後ほど出しますけど、業者こういう方が放り込んでるというのがありました。次なんだっけ、これやな、これはこれは違反のやつやな、はい次。これ今ずっとのはですね、左側のやつは多分先ほどの紙を貼って置いとったら、どうだろう、1週間か10日ぐらいしたらなくなってました。おそらく出した方がまずいと思って持ち帰ったんだと思います。で分別したりして、それともう一つ右側のやつは右側の写真はですね、プラスチックの、これは
出すべ べき時間でない時に出されておると、はい、次。それから今映っとる左側のやつは先ほど警察が立たなかったという業者なんです。何でもやりますよってよく宣伝しとる業者、そこだろうと見てます。同じ時期です、持ち込んだのは。そこでたまたま安村さんが担当だったんで、それも同じように1ヶ月を置いてもう取りに来んなということで、最終的には金属を切るカッターで切って燃えないゴミに、出しました。これが右側のペットボトルはこれも同じように、普通の家庭のゴミだったと思いません、汚いプラスチックですね、こういうのを置くなっていたの、もう こういうのはもう今現在はありません。それで最終的にはですね、やっぱり町内会に入ってない人をですね、町内会に入れる努力、これを今入ってなかった人が、去年4月から43件ございました。43件の中の2人で歩いてみんな訪問しました。町内会入ってくださいと。で、5件は入ってきました。5件は入ってきたのと、もう1件は町内会外れた方が、ぜひまた戻りたいと。それはここにゴミが捨てれんから、ゴミ捨てる必要があるから入りますと言って入ってきて、6件増えました。今現在は114件の会員になっています。で、残り43から5件引きますから、残り38件が、未加入なんです。これをしつこく仲間に入れると、入れてルールを回せるということをやらなかった。それからルール違反した人の追跡をするためにはやっぱり監視カメラがいるなということを感じています。で、感覚的にはもう1年ぐらい今の状態で続けていって、その来年令和5年ぐらいの役員の方に、それでも改善線があったらやっぱりやっていこうということを、監視カメラつけて誰が出したかこのゴミをということをやっていこうというふうに、役員同士今相談をしているところです。以上ありがとうございました。